マンスリープッシュ。スタジオミュージックスをご覧の皆さん、はじめまして、大倉飛鳥です。大倉飛鳥。アニマックス第5回全日本アニソングランプリ決勝大会で類稀なる歌唱力とミステリアスな雰囲気を強烈に印象付け、ファイナルステージに進出した実力者。豪華クリエイター陣によって制作された桜草のペットな彼女のエンディングテーマでメジャーデビュー。デビューが決まった時はすごく話が突然で、で1分間ぐらい放心状態になってしまって、すごい嬉しさとともにプレッシャーもあるんだけど、やっぱ嬉しかったですね。で今回の曲プライムナンバーという曲なんですが、日本語で素数という意味なんですよ。で人の思いや出来事は割り切れないような、その素数みたいに割り切れないようなグレーなことがすごい多いんですけど、だけどいつか必ずたった一つの真実を見つけられるという希望を込めて歌いました。でこの曲を聴いてぜひ明るい気持ちになってくださればと思います。まあ、夢は大きくって言いますよね。だからレディー・ガガさんみたいな、なんかすごい影響力のあるかっこいいアーティストさんになりたいなって思ってます。それではテレビアニメ「桜草のペットな彼女」エンディングテーマ、プライムナンバー「君と出会える日」です。どうぞ。Get it.
ニソングランプリ出身者がオープニングとエンディングを飾る桜草のペットな彼女。オープニングは鈴木好み夢の続き。動画投稿サイトで人気の囚人 P の作品カバーであるカップリングも要チェック。